皆さんこんばんは、衆議院議員の堀越健人です、今日はですね、ここアルスカフェっていうオーガニックの後でね、ちょっとお店の紹介もしようかなと思うんですけど、今日はここでちょっと作業療法士のね、面々とちょっと飲み会しようじゃないかということで来てるんですけど、せっかくだからなんかちょっと話をして作業療法士の今後とかね、まあ、今思ってることとかどんなのかっていうのをちょっと話した上でね、まあ、皆さんにも知ってもらえるといいなっていうふうに思って、ちょっとあの収録をちょっと始めています。まあ、まだ飲み物来てないですけど、飲みながらねやっていきましょう。はい、ということで、まあ、10分間ぐらいちょっと話をしていきたいと思うんですけど、ちょっと自己紹介してもらっていいですか、真ん中のヒゲの人。ちょっとヒゲがちょっと申し訳ないです。ヒゲが、ね、汚くて。いやいや、剃ってくれなかったのと。いやいや、まさかこんなことになるとは。はい、はい、作業療法士は7年目。7年目、はい、まだまだ若手なんですけども。若手ですね。はい、普段はあの訪問看護ステーションで、地域で働いてます。地域作業療法士、作業療法士やってます。はい、はいはい、学生の頃から実はもうね、大変面倒見てたんだよね。こちらにこちらも面倒見てた一人挟まれてるって感じです。こちらに恩師がいて、はいはいはい、こちらにバイザーがいて、バイザーがいて、すごいあの肩身が今狭いですけど、まさに肩身が狭いということで、はい、で、山口さんもじゃあ、山口さん有名人だからな、みんな知ってるんだけど。作業療法士の山口智春です。今は私立の大学で、学生の育成、養成をしてます。で、隣の青木さんは、卒業生で教え子で、とても素敵なこう人生経験豊かな、素敵な OT として育って経験だけいるなっていう。山口さん専門は今、まあ、認知症、認知症、もうこれからまさに、ね、日本が直面するいろんな問題にそこがやっぱりね、絡んでくることですけど、認知症もともとね、ホルモンでやられているということですけども、今日は今回はちょっとこの真ん中のヒゲのヒゲの彼が、まあ、若手ですよ。若手で作業療法士でありながら、あ、ちょうど飲み物運ばれてきたんで、ぜひ飲みながらね、今感じてることなんかをね、ちょっと話を聞いていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、さっき山口先生の方から、まあ、いろんな経験してねって本当素敵なっていうふうに言ったんですけど、まあ、僕も実はこの間あの彼に起こったことっていうのはよく知ってるんですけど、それをねちょっと思いの丈をぶつけてもらって、そうですね、あの、まあ、先月に、まあ、長男を亡くしまして、まあ、闘病生活は1年間、去年の10月末から症状が出始めて、11月頭に白血病の診断が出まして、で、まあ、群馬で治療してたんですけども、治療中に再発ということで、まあ、治療中の再発っていうのはすごく予後が悪くて、でもともとうちの子供の、あのキメラ遺伝子はすごい予後に、予後はいいんですけど再発したら予後不良っていう遺伝子だったこともあって、まあ、あの群馬じゃ治療が難しいってことで東京の、国立がん研究センターで治療を頑張ったんですけども、まあ、使う治療薬いろいろ試して、確率の高いものからどんどん試していくんですけど、ありがとうございます、まあ、ことごとくいい報告はなく、最後は、まあ、家で好きなことをやらせてあげたいなっていう気持ちで、家で看取りました。ね、闘病のそのね記録とか、まあ、どんな、ね、経過があったのかっていうのをブログにねまとめてて、でそれを、まあ、彼の意向で、あのぜひみんなに見てもらいたいっていうのがあるんで、ちょっと後でここテロップの方でブログをね、あの検索も引っかかって、検索まだなんかできて3ヶ月経たないからあんまり引っかかんないんですけど、あ、そうかそうか、じゃあちょっと URL も含めてね、そうですね、はい、ウルトラマンで、うちの息子カズマで言ってるんですけど、あ、もうね、ウルトラマンカズマで検索すると出てきます、ね、そう、ウルトラマンカズマで出てくる本当にね、あれ僕は、まあ、
あえてね、こういう、まあ、悲しい話なんですよ。だけどそういうこともちゃんと向き合わなきゃいけないと思うんだよね。で、一人一人がみんな向き合っていかなきゃいけない時代に入ってきてて、作業療法士はそこは、ね、人のその QOL とかウェルビーイングに関わるものだっていう以上はやっぱりそこは避けちゃいけないんだろうと思うので、今日ね、本当、まあ、もしかしたら話しにくかったかもしれないけど、話して、ね、みんなに知ってもらいたいと思う。そうですね。だから、まあ、結構この子供の死ってなると、すごくこう、なんですか、人によっては触れたくないところだったりとか、あとはなんかもうかわいそう、かわいそうな話になっちゃうんですけど、私はブログでそういうことは全然発信したいと思ってなくて、もうそうですね、その一馬が教えてくれたことっていうのをみんなに伝えたいなと思いまして作ってます、ね、そういうところがねすごいなと思いつつも、でも周りの反応っていうのは実際そうですね、もうかわいそうにってみんなに声かけられて、でも全然かわいそうじゃなかったんですよ。やっぱ最後、お家ですごく幸せな、まあ、10日間しかお家にいられなかったんですけど、なんかかわいそうって言われると、なんか人生がかわいそうな人生だったと思いが本当に思われちゃうんですけど、そうか、かわいそうって反応がやっぱ多い？いや、もうブログ読んでそうにはみんな言っては言わないです。ああ、そうか、そうか、分かってくれるよな。分かってくれますね。そうだね。で、やっぱりお家で見とれたっていうのも大きくて、その時に出会えた、その見取り専門でやってる先生と出会えたのもすごく大きかったし、あとカズマ4歳だったんですけど、4歳とはもう思えないぐらいなんかこうしっかりしてて、それね、ブログ読んだらね、みんな多かった、そのコメントは。本当に大人以上に大人というか、なんと人間の本質のね、忘れちゃいけない部分を本当に持ってる子だなっていうのはね、すごいわかるね。なんか学ばせてもらうよね、本当に。それはすごい感じましたね。亡くなる2日前にいとこたちに一人一人に読んで、ありがとう、大好きだよって言ったんですよね。だからもうその時には分かってたんだと思うんですけど、ありがとう、大好きだよ、もういとこみんなに言って、で、妹が、私はみたいな、あ、ゆりなって言うんですけど、ゆりなはとかって聞いて、したら、もちろん大好きだよって言って、一人になっちゃって寂しいじゃんって言ったんですよね。だからもう全部分かって、全部こう挨拶もできて、普段のおばあちゃん、カズマのおばあちゃん、私の母親ですけど、のことあんまり好きじゃないというか、一番ね、家事とかやってくれたり、すごいお世話になってるのは分かってるけど、まあこう、なんですか、お見舞いとか来ても結構こう、あんまり相手しないような感じだったんですけど、その時には本当にありがとうねとかって言えて、そのおばあちゃんに、なるほどね、すごい子だなと。そこで今やりたいことがあるじゃない、はい、そうですね、もうずっとこう付き添い、まあ、私介護休業も取らせてもらって、病院に付き添ってたりとかもずっとしてたんですけども、やっぱりご飯食べる時とか、どうしても子供から離れる時とかっていうのが出るんですけども、すごくそのボランティアさんにとてもお世話になって、群馬はあんまりなんかボランティアさんが盛んじゃなくて、まあ、その代わり保育士さん雇ってたりとかするんですけど、でもやっぱり5時とかには終わっちゃう、で、東京はもうボランティアさんがもう月曜から金曜まで毎晩来て、例えば外のプレイルームにもボランティアさんがいるから、ユリナとかを預けてもカズマと接しられるって、まあ、それを群馬でもやりたいなっていうのはずっと思ってて、病院と掛け合ってます、そう、すごく、まあ、難病も含めね、まだ抱えて頑張ってるお子さんたちって、今、まあ、高度な、ね、医療技術が発達したからこその、まあ、悩みっていうのも増えていて、そこに対するケアっていうのがまだまだ実はね、されてなかったりするんだよね。これ作業療法士的になんかこう、こうだったらいいんじゃないかっていうのは、矢部さん的にどうですか？いや、まあ、なんかこうボランティア、まあ、今ボランティアの話なんで、まあ、その延長でいくと、まあ、ボランティアっていうその仕組み自体は、まあ、もうそれはいろんなところでいろいろなこう活動があって、それは確かにこういいんだろうなと思うんだけれども、まあ、どちらかっていうと、まあ、
今青木さんの話をこう聞いていて、やっぱりそのちゃんと向き合えた時間が取れたっていうこと自体が、まずそこが一番大きな話であって、それがそういうことができるようにするための仕組みとして何なのかっていうところを考えた時に、まあ、一つは確かにこうボランティアっていうのもそうだし、あとはそれだけではなくて、まあ何だろう、こう医療ってどちらかっていうと、まあ、人の命をこう救うとか、生物学的にこうどうこうっていうところにやっぱりウェイトが高いんだけれども、それだけではなくて、人間ってその別に生物学的に生きている以上にこう、まあ、生命的に生かされる期間以上に、やっぱりこう自分のやりたいこととか成し遂げたいこととか誰かに伝えたいこととか、やっぱりそれが実現できるで、それもセットでの医療というか、なんだろうなって、まあ、青木さんの話聞いてるとそういうふうに思うんで、まあ、そういうことをこう、ね、やっていけるといいんだろうな。そうですね、本当により人間の本質的なところでね、もうちょっと関われるようなところも忘れちゃいけないなっていうところですよね、はい。まあ、飲み物も来たんで、じゃあウルトラマンカズマに乾杯しますか。ありがとうございます、はい、ということで、今日本当に記念すべき1回目というのか言っていいのか分かりませんけど、はい、ウルキをいただきました、ウルトラマンカズマに乾杯。お疲れ様です。ということで、まあ、すごいガタガタってなっちゃった。こんな感じでゆるくちょっとやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。